鶏天は、鶏肉に衣をつけて揚げた大分県中部の郷土料理である。鳥天、鳥天と表記されることもある。調理法は様々だが、おおむね以下のような共通の特徴がある。大分県では、レストラン、定食屋、喫茶店、居酒屋、弁当屋などで供される定番料理の一つとなっている。大分県民にとってあまりにも一般的な料理であるため、 日本全国どこにでもある料理だと思っている県民も多い。全国展開の外食チェーンでも多い他県日本社を置くジョイフルがグランドメニューとして鶏天定食を供しているほやよい県などでも期間限定メニューとして採用されている。モスバーガーやロッテリアからは鶏天を使ったハンバーガーが地域限定、期間限定で発売されている。また、 和なまるうどんなどのさぬきうどん屋でも販売されている。現在の別府市浜城で1926年に宮本志郎が開業したレストラン東洋圏が発祥。昭和初期のメニューによると、作取り編という料理が定肉の天ぷらと説明されている。別府市内の洋食店、三つ葉グリルが1953年に開業した当時のメニューにも取り店が載っており、 この店が元祖として紹介されることも多い。しかし、蜜葉グリルの創業者は、朝日ビアスタンドで修行を積むも、召集令状が来たため、南方へ出征。引き上げ後は、別府市に戻り、東洋圏で宮本市と共に料理を振る舞う。原点種も、レストラン東洋圏が起源であるとしている。蜜葉開業当時のメニューには、作取編の表記は同じく記載されているが、 読みがと少し変化がある。また東洋圏と同じ建名が二つ折りの名人へとなっていた。後に東洋圏は中浜筋へ移転。第二東洋圏も中浜筋に開業するが昭和56年に隣接する商店街の火災の被害に相承室。本店も昭和58年にストーブが原因の火災で消失。後に現在地である ベップ C 石垣東に新店舗で営業を再開する。大分市や大分市観光協会のウェブサイトでは、1962年に大分市府内町の憩いで誕生したと紹介している。憩いは昭和44年に鶴崎に移転。天使自らデザインした2階建てパーラー風の建物であった。現在は国道197号線沿いに店舗を構え、建物跡地は、 憩いの駐車場となっている。大分市では、定食店、憩いキッチン丸山が元祖として紹介されることが多い。年代としては、別府市の方が古いが、キッチン、丸山の店主は、1960年頃に、憩いの店主と共同で考案した、独自のもので、以前からある鳥の天ぷらとは異なるものであるとしている。なお、大分市観光課が発行したパンフレットで、鳥店が、 大分市内の食堂で生まれたと紹介されたことに、対し、別府市観光町づくり室は2007年8月16日に、大分市観光課長に対して、異議を申し入れている。ありがとうございます。